どうもこんにちは、リュウボンです。ヴォルテックス・ザ・ゲートウェイ、今回も続きやっていきます。今回はね、ちょっとずっと気になっていた宇宙船がよく離着陸していたこの辺とか、あと真ん中のこの辺までちょっと行けたらなというところでね、今回録画を開始しております。よし。でね、槍もね10本持ったし、いけると思うよ。よし、一応ね、これも追加して。でよくね、本当に離着陸してた場所は、だいたいこっちの方面で、やっぱあの山のね、地図に書いてある山のところ、それが関係してるのかなとか、ちょっと一応思ってはいるんだけどね。この先だな、あるとしたら。ここってもう発見した場所だっけ？一応上登っとこう。怖いから。よし。オッケー。新しい場所だ。この音楽が流れるときは新しい場所の発見ということだな。よし。まあでも簡単そうだな。ささっと行くか。ちょっと虫がね、いるんで。松明発見。オッケー。I have to find Mike. Mike. I hope he's well. え、ちょっと待って。なんで、なぜそれを今言った？サバイバルモードではね、この辺に死体が一つあるんだよな。もしかしてそのこと言ってんじゃないかな。こういう地帯ね。この場所かどうかはもうぶっちゃけ覚えてない。じゃあ、あそこの岩場までダッシュ。ああ、ちょっと行くの怖いな。まあ、大丈夫だ。水発見。素晴らしい。二つ目の水のポイントだな。まあ、虫もいるんだね。場所によってはね、優秀な場所だったらもうそこ拠点にしたいんだけど、ここには竹がないので、持ち運びが大変なのでね、ちょっと拠点には適していない。罠仕掛けまくるんで、ごめんなさいね。よし。とりあえずマイク、ね、最初に連れ去られたハゲの人だけど、あの人が、行方不明、ね、UFO に連れ去られた。なんかUFO に連れ去られるって言うとさ、よく昔さ、これ隠れてるこれ。ここか。どこ行った？うわ、あいつマジでもうほんと勘弁してほしいのね。めちゃくちゃ体力減るしね、上から落とされたら。なんかいる。何でもないね。さあ、こういう歩き方をするとね、位置関係がちょっとおかしくなるんで、しっかりとチェックしていくのもね。ドラゴンで、ドラゴンから身を守るにはこういうところにこうやってやると襲われなくなるらしい。諦めるらしい。いるね、ドラゴン。結構、あ、もうここじゃないか。リザードマン。行くだけの価値が本当にあるのかどうかっていうところもあるけどね。リザードマンはきついんだよね。エイリアンが全く今んとこね、現れてないけど、エイリアンを倒して、骨をゲットしないとね、きついんだよね。ああ、ちょっと深そうだな。岩。無理だ。何食ってる。どんなもんだって俺やってないけどね。死んだのか。多分俺見つかってんの。
羽に穴が開いてあるところがいいよね。オールドドラゴンって感じ。俺じゃないけどね、そいつやっつけたの。俺じゃないけどね、君たち。何ぴょん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 やってんだから、ほんと。上登ろうか。ほい。無理だろ、お前ら。バカだから。バーカ。お、やるじゃん。お前。下手すぎんだろ。先をこねらもういいか。回収。さあ、誰かやられた。俺だ。怖えー。いって、ないないない。なんか俺固まってるぞ。挟まってるぞ、俺。お前マジかよ。これバグってんじゃねえかよ。もうやった。誰か、もう一発殴ってもらえませんかね。これ、マジで？もう無理なのこれ。ちょっとね、どうあがいても動かない。なんだよこれ。どういうオチだよ。もう、とりあえず覚えておくか。ちょっと行ったらここにこれがあったよな。で正直ここはね、いわゆるリザードマンの巣って感じだから、あとリザードマンの量もね、ちょっと大変なので、槍10本じゃまず足りないと思われる。で、一応ね、対策としては、このゲームね、死体を分解すると、また湧くんですよ。結構すぐ、1分以内に湧くんだよね。だから、倒した敵はもうそのまんまにしておいて、で、探索を続けるという形で全滅させるっていう手が多分一番いい。ただ、ちょっと戦力的にね、装備的にもなんかね、きついんだよな。だからね、次回は、一旦こっちの方に伸びていくか。うん、周りからこう攻めていこう。という形でね、やっていきたいと思います。すいません、もうバグにね、見舞われてしまったので、こっち系のバグはね、やっぱり、こう、インディーズ系のゲームにはほんと多くてね。セーブもできないからね、これ。セーブできないんだよ、もう。ね？ゲームをロードしかできないから。セーブは、とにかく、あの野郎、お前。あ。お前だろ。お前。くそ。よっしゃ、バーカ。うーれ、おめえ、この野郎。やりやがってよ。はい、というわけで、最後までご視聴ありがとうございました。またな。